モスクワのウォンズ亜寒帯湿潤気候は、欠片の気候区分における気候区の一つで亜寒帯に属する。例帯湿潤気候、または例帯タウ気候ともいい。符号は DF、B、DFB、DFC、DFD で代表して DF で表すことが多い。D は例帯、F は湿潤を表す。亜寒帯と気象雨気候とは、降水量や湿度の違い以外はない。 さらに、最寒月、最暖月平均気温によって、次の4つに分けられる。阿寒帯湿順気候の世界的な分布阿寒帯、湿順気候に属する観測地点が存在するのは、以下の市町村である。北海道、青森県、岩手県、秋田県、福島県、栃木県、群馬県、長野県、岐阜県、滋賀県、賀県徳島県、この気候区分に属する都市は、 ロシアサハ共は国内にのみ存在するが、冬は低く、摂氏50度以下も珍しくないほどの極寒となる上、夏も昼は摂氏30度以上の極地とは思えない、猛暑となり、気温の年角差も大きくなる。そのため、アカンタイト気象を受けこうとすることがある。南部では夏は温暖で、植生期間が長い。特に、グレートプレーンズ周辺やカナダと、アメリカ両国の国境部では、 暑くなる日も多い。冬は長く寒さが厳しく、積雪も多い大陸性の気候。雨量はそれほど多くなく、一年通して平均的な降水量。褐色森林土の分布する南部は、新葉樹と紅葉樹の混合林、酸性土壌のポドゾルに覆われる北部は大河が広がっている。ありがとうございます。